テコマイとは、本来三郎祭や神田祭りを中心とした、江戸の祭礼において、出汁を敬語したとび職のこと。また、元は、テコマイと言った。現在一般には、この、テコマイの姿を真似た衣装を着て祭礼その他の、催し物で練り歩く女性たちのことを言う。風俗三十二章に、愛想高科年間クルアの芸者風俗明治二十一年、月岡義俊が、 祭礼の手こまいではなく、吉原のにわかに出た芸者が手こまいの格好をしたもの。飛び職はその名が飛び口を扱うことから来ているが、江戸時代には他に手こ、または手このものとも呼ばれていた。これは飛びの者のが土木作業をする際に手根を使って木や石を動かしたことによる。当時の江戸の町の飛びは、山能、神田の祭礼の時には出汁を組み立ててその出汁を置く。 出し小屋を建て、さらにその出しを引き回す時には付き添って、気遣りを歌いながら警護するのを役目とした。この時の出しに付き添う、飛びのことを、テコン前と呼んだ。前というのは、出しの前に立って、道を行き警護したことによるという。テコン前は、テコ前とも書いたが、前というのは当てじらしく、特に祭礼にあたって、何か踊るというわけではなかったようである。 その格好は派手な着付けにとっつけ袴、花傘を用いるというものであるが、袴を履かず、着流しであずまからげにするというのもあった。後に、芸者や、宇治小町の娘たちがこの、てこ前の格好を真似て、これも出しの引き回しに付き添うようになった。これが現在見られる、てこまの怒りである。本来の飛び職による、てこ前の風俗は幕末にはすでに廃れてしまった。 ものらしく、菊池木一郎著の、江戸府内絵本風俗往来には、出しを警護する、飛びの、コこまいの姿が揃いの、陰板展であると記されている。しかし歌舞伎や日本舞踊では、今もその姿が残されており、王子を忍ばせるものとなっている。現在花町が断絶した地域においては、地域の若い女性が憤する場合が多く、また小中学生以下の少女が憤することも多い。 テコマイカンダサイ衣装は、黄色で派手な刺繍をした襦袢の上に、揃いの着付けを、肩肌脱ぎにして、襦袢を見せ、たっつけ袴を履き、花傘を背中に背負う。なお、テコマイを描いた浮世絵を見ると、古くは、着付けの良質を袴の脇から出して見せていたようである。化粧は、歌舞伎とほぼ同じ舞台化粧が原則だが、地毛で髪をで言った場合や、少女の場合は、大人のフォーマルや、 陰陽舞踊、大衆演劇と同様の厚化粧、バレエと同様な洋風の厚化粧と結構様々である。髪型は古くは銀南曲げと呼ばれる男曲げを地毛で言い、現在はその髪型のかつらをこむるのが原則だが、地毛で言う場合や、少女の場合は男曲げに限らず、結いわた、ももわれ、ち曲げといった少女風の髪型になる場合も多い。栃木県内では、 日本神を言わずに手ぬぐいを姉さんかぶりにする場合もある。持ち物は右手に釈状、左手に自分の名前が書かれたちょちんを持ち、気ありを歌いながら練り歩く。少女の手こまいせち義うを祭り。ありがとうございます。